はい、どうもアイリスラーメンの山口です。本日もテンスラ魔王流の動画やっていこうと思います。魔王流百景開催ということで11月の魔王流百景でございます。今回のお題は神秘ということで、早速ね、建築、建国ガチ勢のアイリスラーメンもやってみました。こちらでございます。ドゥルン、はい、いかがでしょうか。灯籠をね、左右に置いて、でその左側には、桜と紅葉、右側にはイチョウじゃなくて、なんだっけ、黄色い葉っぱと、緑の葉っぱ、葉っぱじゃねえ、木か、木をね、はい、置きました。で中央にこちらね、新しく、登場したテンペストの名手像だったかな、はい、テンペストなんとか像ですね。でこちらの左右にね、黄色の光ってるやつと紫色の光ってるやつを置いて、でまあ中央に立ってスクショするみたいな感じでございます。ね、こんな感じかな。はい、今回はこの1個だけで、挑戦してみようかなと思いますまあね、今日は何しようかな。ありきたりといえばありきたりなんですがね、みんな思いつきそうな感じなんですけども、まあその中でも、ちょっとこだわっている部分が多いんじゃないかなと思うので、これでいいんじゃないかなと、僕はね思います。神秘的だよね、夜にしてるし。はい、という感じで本日の動画は魔王流百景、11月の魔王流百景、神秘、テーマは神秘、僕も作りましたよという動画でした。皆さんもやってますでしょうか。ぜひやってたらね、どんな感じに作ったかコメント欄で教えてください。ご視聴ありがとうございました。